こんばんは。前回の続きやっていきます。ちょっとね、キルイベって言って対人戦のイベントがまた始まってるんですよね。あの人の荒野に戻って、これが今自分の基地なんですけど、この対人戦でこの青はね同じ同盟なんですよね。違う全然関係ない人の城を基地か攻撃できるみたい。まあ、もともとできるんだけど、この今イベント期間中なんで特に激しいんですよね。本当だったら、資源をね取り行かしてるんですよ。普通はもう4部隊今出せるんで、でも出してない。いつ攻撃されるかわかんないから、自分のね持ってる兵があって、その兵の中で例えばトマト、食料とか木とか鉄とか燃料とかを取り行かせるんですよね。で、時間が4時間かかったりとか6時間かかったりとか、ちょっと長い時間かかるんですけど、部隊があって、これが今自分が持ってる兵の総数です。102,78人兵がいて、この兵で資源を取り行かせるんですけど、資源4部隊出してるとこの兵がねほとんどゼロになっちゃうんで、誰かに攻められたら何もできない、しょうがないから、それがこれが終わるまではできないね、資源を取り行かせること。ただ今回はね、まだ攻められてないですね。朝のね、9時からみたいで、今、夜なんですよね、時間的には。8時ぐらいかな、夜の。でも、まだ攻められてないんで、この UTC 時間って書いてあるけど、これは、日本の時間じゃないんで、今、日本で言うと、19時53分かな。それからね、ちょっとハマってますね、チャプターで、ヒーローのレベルを55にするっていうのはちょっとできない。アンテッド倒すとかはできるんだけど、これができないですね。これを今のは同盟員の方を支援したってことです。ヒーローで唯一ね上げられそうなのはこのゴーストのヒーローランク上げないといけないんで、ヒーローランクは斜めよりゴーストの上なんで、ただねそしたらこの資源がこれが ない経験値上げる、これを取り行かせないといけないのは、ヒーロー関空の中のクエストか、もしくはミッションかな。こういうので貯めていくしかないね。これは確か救助するやつじゃないかな。近いね、島も。兵が手に入りますね。これもレアリティがある。と、レア、青がエリート、紫がエピック、金色がレジェンドみたいな。これ100ずつ入ってきますね。あと、かけらが。マーディのかけらと、サージかな。かけらもいるんだ。ナナミのかけらとかがあったら。ちょっとね。経験値のやつも欲しいんだけど、ちょっと、これ、ナナミはいるけど、経験値のやつがちょっとないな。いいね。今回な、これちょっとやっていかないといけない。で、これを、今、パワーレベルっていうのが9なんですけど、上げるために条件があるんですよね。で、例えば、レベル23のアンデッドを倒したら、10にできるんだけど、今21まで倒してて、いないんだ。下手したら21もいなかったりするけど、21はいる。で、22にすると、ほら、近くにいない。今日は、気がついたらやってるけどね、一回も出会えてないから、いないんでしょうね。他の人が、まあ、買ってるんだと思うけど、22がない。22を倒さないと23できないんで、ちょっとこれもハマってる。しょうがないんで、クエストしますかね。ヒーロー関空の中にクエストっていうのがあって、来金で言ったら、戦役みたいなもんですね。で、今ね、クエスト4まで終わってるんで、今度5を今やってて、これやっていこうかな。5の9次。ちょっとハマってるんで、これがね、もらえるやつ。最初もらえ、これいいね。経験値100のやつが28個とかね。で、このチェックを、ちょっともう一回しますね。ここにヒーロー支援っていうのがあるじゃないですか。このチェック入れてると、勝手にこう変えてくれるんで。で、借りたやつはクールタイム入るけど、次また
他の人勝手に選んでくれてるんで楽ですね。ここチェックがあるんで、これ入れといた方がいいですね。ちょっとね、ボイスないんですよ、ここら辺。この犬はあれかな、マディのやつかな。すごいな。もうなんかね、HP がなくなってもほら回復するんですかね。大量に来てるけどゾンビが。あ、はい、これ遅かったんだけど、高騰ってやつ。一人しか借りられないんですよ。1回の冒険で1人だけで借りたら、クールタイムですね、十何時間クールタイムとかになって、でまた残り他の方から借りるみたいな。いけるの？これで地道に貯めていくしかないですね、この経験値のやつとかを。いいね。で、これも一応、これ体力っていうか、これ使ってるんだけど、2025もあるんですよ。マックスが100っぽいんですけどね。だからもう溢れてるんで、どんどんやっていこう。あ、次はこの人だ。弓の人、女の子借り入れるんだ。決まってるんですよ。入れるポジションっていうか、なんかこう、なんだっけ、マークスマンだったっけとかなんかね、決まってるんですよ。3人いて、要は、なんだろう、盾とか、なんかこう、弓とか、なんかいろいろ役目が決まってる。例えば、サージの代わりにこの弓の女の子が入ってると思うんで、ナナミのところにサージは入れれないんですよ。よくできてる。個人的にサージの方がね、いやつが好きだ。桜、参ります。桜、参ります。なんなんだろうね。回復系なのかな。なんか見てない。持ってないんです。地道にこの経験値のやつを稼いでいくしかないな。で、ここで、これかな。決まってるんですよね。ちょっと外した方が分かりやすいね。
これ前回も前々回ぐらい動画で、ほら、ブローラーでいいのかな？スカウトでしょ？こっちがマークスマンで終わったっけ？マークスマン。で、これは、自分の、この2枚は自分が持ってるから、どっちかしかセットできないんですよね。ここに7ミを入れることができない。で、これは、自分の同盟員の方が持ってるやつで、これさっき借りたやつだから、クールタイム入ってるんですけど、この中のサージとかも借り入れるんだけど、決まってるんですよ。でスカウトは、これだけしか、これが持ってるやつ、自分が。で、例えばゴーストとか、これベッカかな。もう決まってるんで、どれを入れるかは。まず、OK でしょ？あ、2名か。よくできてますよ。だから、ナナミのとここにはね、サージ入れれないっていう風になってるんで。とりあえず、これで、まあ、支援もらえばいいんで、行こうかな。変わってないけどね。誰が強くなったんだろう。サージが強くなったのかな。サージが強いだね。これセットできるのか。これナナミの分身のやつですね。これやって、ずっとクエスト進めていって、地道に経験値のアイテム貯めていくしかないですね。ちょっと遊ぶにはちょうどいいかな。ちょっとやってって経験値のこのこれ今31個もらいましたけど、これどんどん貯めていくしかない。でレベル上げるしかない。もうとナナミはちょっと無理なんで、ヒーローランクっていうのは上げれないから、ゴーストはもしかしたら可能性があるんで、これをどんどん貯めてってゴーストをちょっと上げようかなと思ってます。ちょっと今ハマってるんで時間かかりそう。さっきのね、資源のなんで最初行かせないかって、もう一つ理由があって、今これ例えばトマトが785万あるじゃないですか。で倉庫があって、これが倉庫かな。で、これがね、保護されてるんですよね。だいたい1000万ぐらい。995万プラス30万が保護されるんですけど、それ以上持ってると取られちゃうんですよ。誰かがこう、まあ、偵察したら中見れるんですよね。で、取られちゃうんで、だからもったいないからもうあんまり資源貯めてない。で、無理やり、もう今、本当はまだ本部だったっけ？まだ開発時間、余ってなかったんだけど、無理やり時短使って、もうこれで持ってた資源を全部使っちゃいました、ここで。そうしないと、今イベント始まってるんで、PK の、人間を攻撃できるイベントが始まってるから、攻撃されて資源取られたらもったいないんで、一気に全部使っちゃいました。最後にガチャないかなぁ。そう、俺ガチャね、もう回しちゃったんですよ。持ってたけど。これ無料で、1日に5回くらいできなかったかな。4回か5回できます。お、いいね、かけら。たくさん持ってたんだけどね。回しちゃいました。こんな感じかな。
ちょっとハマってるからクエストやってさっきの経験値貯めていってレベル上げるゴーストのしかないかな。ちょっと今ハマってますね。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。